ボードアン一世、ボードアン一世、ボードアン愛、1172年から1205年は、ラテン帝国の皇帝、在位、1204年から1205年。フランドル博としては、ボードアン九世、在位、1194年から1205年。エノオ博、在位、1195年から1205年としては、ボードアン六世。第四回十字軍の際に皇帝に選出されたが、 まもなく、ブルガリア帝国との戦いで捕虜となり獄死した。エノーハクボードゥアンゴセイとフランドルハク、ティエリー・ダルザスの娘マルグリット・ダルザスとの間の長子として生まれた。1191年に死去したおじのフランドルハク、フィリップに子供がなかっため母マルグリットが父と共にフランドルハクとなった。1186年にシャンパーニュハク・アンリー・イッセイ。 自由博の娘マリーと結婚し、エルサレム王国や十字軍とつながりが深まった。1194年に母が死去するとフランドル博となり、翌年父の死でエノーを博を兼ねた。1180年に姉イザベルとエノオがフランス王フィリップ2世と結婚した際、フランドル博領からアルトワ白陵を含む広大な所領を持参していたが、1190年に イザベルは死去し、ボードアンはこれを取り戻すべく、イングランド王リチャード一世、ジョンや新生ローマ皇帝夫を四世と結んで、フィリップ二世と争い、1200年の条約で大部分を返還させている。1198年に第四回十字軍が呼びかけられると、指導者となったシャンパーニュハクティボー三世、妻、マリーの弟の誘いを受けて、参加を決めた。 出発に際しては、弟フィリップと妊娠中の妻、マリーを摂政とし、娘ジャンヌと腹の子、マルグリッドを後継者としてフランドルに残した。1202年に出発したが、第四回十字軍は途中で方向を変え、最終的に東ローマ帝国を滅ぼして、ラテン帝国を建てている。1204年に、ラテン帝国の皇帝に選出されたが、本来の候補者、 モンフェラートコーニファー・チョ一世は、テッサロニキ王国を建てた、1205年に、侵攻してきたカロヤンイコール・ヨハニッツァのブルガリア軍と、対戦して大敗し、捕虜となる。その後の消息は不明、獄中で、戦闘の傷が元で死亡したとも、ブルガリア兵の手により殺害されたとも言われる。弟のアンリが殺傷となり、 1206年に、ボードゥアン一世の死が伝えられると正式に、第二代皇帝として即位している。フランドル伯領は、娘ジャンヌが相続した。エノー年代記によると、フランドル及び、エノー総督アルヌールド・ギャブルはバランシェヌで、フランシスコ会の相続を身につけたおじジョスド・マテルヌを、見つけた。おじに尋ねると、20年も囚われのみであった。 ブルガリアから逃亡したボードアンとハイカの者たちがいると知らされたのである。リメネン大記ではフィリップ・ムスケスが同時代のことを記録している。蘇生の知れない者がボードアンの帰還を発表し資金を配布していたというのである。1225年、トゥルネーとバランシエンヌの間に広がる森の中、モルターに近くに住むインジャが実際に自分がボードアンだと認めた。彼は フランドル伯領とエノー伯領に及ぶ主権を自分に変換するようジャンヌに求めた。オードアンは真のフランドル伯、エノー伯のように振る舞い、騎士を辞職し、法令に署名した。急速に彼はエノー伯領の貴族から指示を受けるようになり、それにはジャンドネール、ロベール三世ドドルーが含まれていた。それから彼はリールとバランシエンヌを含むフランドルとエノーの 諸都市大多数から指示を受けるようになった。イングランド王ヘンリー三世ですら、対フランス王同盟の刷新を申し出た上、この政策を、ブラバント公国と、リンブルク公国が指示した。ジャンヌは、モンアルヌール・オーデルナルデを派遣した。アルヌールは、ジ者と面会できなかったにもかかわらず、彼が、本物のボードアンだと確信して戻ってきた。他の商人たちはより会議的であったが、 彼はジャンヌに買収された者たちであると、非難されてしまった。ジャンヌは自らに唯一忠実であったとし、門政の逃亡を余儀なくされた。2万リーブルの支払いと、ドゥエトレクリューズに代官を置く約束に対して、ルイ八世は、ジャンヌの権利回復のため自らの軍隊を動かす、ことに同意した。厳しく支援が交渉された。ジャンヌは戦争で生じた代官の支払いに同意し、 ドゥエートレクリューズの町のためこの約束受け合ったのである。軍事作戦を開始する前に、ルイ八世は、おばのシビーユドボージューボードゥアン一世の妹をジャとの会見のため、送り込んだ。それで、彼の正体に疑問が生じた。1225年5月30日、王はボードゥアンを自称する者とペロンヌで会い、彼のこれまでの人生の詳細を尋ねた。彼は、自分が、 騎士に受釈されたのはいつ、どこでか思い出せなかったばかりか、自らの婚礼の夜も思い出せなかった。オルレアン司教とボーベ司教は、ボードアンと同じように、アドリアノープルの戦いで消息を絶った、ブロアハクルに自らを偽装しようとした、彼を言葉を巧みに操るものだと認定した。彼が詐欺師であることを確信したルイ八世は、3日以内に立ち去るよう猶予を与えた。 ニセ・ボードゥアンは追従者たちと共にバランシエンヌへ逃亡した。しかし町はフランス人によって迅速に奪還された。ジャンヌはニセ・ボードゥアンの無条件降伏を要求した。ニセ・ボードゥアンはその後ケルン大司教のもとへ避難したが、彼の支持者たちは彼のもとに残る者と逃亡する者とに分かれた。ブザンソン近くで捕らえられたニセ・ボードゥアンはジャンヌのもとに連行された。 彼を殺さないよう約束したにもかかわらず、ジャンヌは、ニセ、ボードガンを2頭の犬の間に置いた晒し台に晒し、その後リールの縄文から吊るして処刑した。マルグリット・ド・コンスタンティノープルの元夫で、ジャンヌによって遠ざけられたブシャール。彼が黒幕であった可能性がある。ニセ・ボードガンは、二つの白陵の相続人として、息子には、正当な権利があると認識していた。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。